はい、どうも、うろこです。今回のプロジェクトカーズ2は、スポーツカーレーシング選手権第1戦ですね。前回までスポーツカーレーシングヨーロッパ選手権というのをやってたんですけど、それが終わって、これが多分世界選手権という位置づけだと思います。世界とは書いてないんですが。それの第1戦ですね。今回2戦しかないチャンピオンシップなんで、2連勝するぐらいの勢いでいかないと、多分チャンピオン取れないと思うんでね。ヨーロッパ選手権の時は4レース中2勝したんですけど、ポイントランキングでは2位で終わってしまったんで、今回はチャンピオン取りたいですね。今回は、富士スピードウェイ日本のコースですね。それで20分のレースをまたやっていきます。予選がこういう感じでございまして、ちょっとね、チャンピオン取りたいと言ってる割にはポールポジションに届かなくてちょっと残念なんですけど、まあレース20分あるんでね、なんとか勝負したいですね。じゃあ行きましょう。3番手スタートですね。富士スピードウェイっていうのもね、なかなか難しいコースで、まあ、とりあえずスタート直後1コーナーヘアピンがあるんで、そこで突っ込んでって頑張りたい。ちょっと突っ込みすぎたか、突っ込みすぎた割には2位か、1台抜けたな。これ100R っていうんですよね、確かね。ここがね、ほんと下手くそで、うまくいけるルートをまだ見出せてないですね。100R の後の左コーナーもちょっと今だいぶミスったんで、後ろ詰め寄られましたけど、ギリギリセーフですね。予選の時はね、すごい晴れてていい天気だったんですよ。だから富士山がくっきり見えたんですけど、今日は曇り、薄い霧って書いてあったかな、そういう天気なんで、せっかくの富士山もちょいとぼやけてますけど、でもゆっくり見てる余裕ないな。これはいけるか、まだ並んでるな。向こうがイン側か、いや怖え、あやばい、ちょっとイン側残しとかなきゃと思ったらだいぶはみ出しちゃった。 100R が下手だな、本当に投げかわしい下手だ。あーしまった、投げかわしいほど 100R 下手だな。あそこ本当もうちょっとなんとかならんもんかな、我ながら情けないな。あそこでだいぶ後ろに詰め寄られて抜かれそうでしたね。他でちょっと頑張って稼ぐしかないか。この辺は詰め寄っていけるんだよな。このね、ストレートに入るところでもっとくっついていけるとスリップも効くんでしょうけど、これぐらいの距離だと、あ、それでも効いてるな、結構間詰めてるな。前の車チームメイトなんで同じ車ですからね。それでこんだけ詰めていけるってことはやっぱり相当スリップ効いてますね。今度はきっちり前に出た。さっき
き前のラップだと1コーナーあそこ突っ込んだけど並んだ状態でしたから、ね、問題の100あるな。突っ切よりはマシかな。少しマシな走りになりましたかね。多分100ある上手な人から見たらまだまだでしょうけど、上手い人の走りを見るともっとこうスムーズにもっとスピードに乗っていってるんだよな。アクセルの加減なのかな、まあ、あとセッティングも多分でかいんでしょうね。あそこスムーズにいけるセッティングが出てないっていうことですね。次第でだいぶタイム変わるって感じですね。ベストラップが今出ましたけど、次のラップはこのラップはどうかな、うまくいけるかどうか。なんか後ろ速いな、ぐいぐい来るな。うわ、抜かれた。やばい、ずっとこの感じが続きそうだな。全く気が抜けないですね。ああ、ごめん、ちょっとぶつかっちゃった。いくらなんでも今の突っ込み方は強引でしたね。悪いことした。でもああ、そっか、でもフォースアウトしながらじゃないから順位を戻せとかっていうペナルティは来てないんですね。ギリギリセーフな感じだったかな。実際のレースであの突っ込み方は多分良くないでしょうね。怒られるんでしょうね。後ろ迫ってるな。スリップっていうほどの距離でもないか。一応差をキープしたまま1コーナー行けば。100R までになるべく逃げとかないとまたどうせ追いつかれるかな。この左コーナーぐらいから追い込まれるんだよな。で 100R で並びかけられるっていう感じですね。いや、わかんない、ここ本当加減が難しいな。まあ、このラップは並ばれなかった。難しいな、富士は。一個ね、圧倒的に苦手なコーナーがあると本当厳しいですね。この辺はさっきリードされてる時どんどん詰め寄っていけたとこなんで、ここ頑張れば差を広げられそうですね。有利なところで稼いでおかないと 100R で本当やられるな。2位と3位が結構接近してるんでまとめて抜かれちゃいそうですね。これ今回の富士のレース3位まで落ちると多分次のレース優勝してもチャンピオンになれるかどうか分かんなくなりますからね。最悪、一番いいのは2連勝ですけど、最悪2位1位ぐらいの感じでいかないと、ポイント争う相手も2位1位だとそれ以下の成績は許されないですからね。
やばい、これはやばい。だいぶ詰め寄られたな。そうだからこのレースは何としても1位、最悪2位ですね。やばいやばい、ちょっと遅かった。ここは差を広げに行かなきゃいけないエリアですけどここでミスってる場合じゃないんだな。あ、でもなんか全然見る余裕なかったけど晴れてきましたね。さっきまで薄曇りみたいな感じでしたけど、いい天気になってきた。よかったよかった、雨降り出すかと思ってちょっと心配しながらやってましたけど、逆に晴れてくれたんでありがたいですね。これだと富士山もよく見えるかなって感じですかね。これぐらいかな、今のは良かったんじゃないかな。100ある。どうかな、分かんないけど、とりあえず後ろがガーッと詰めてくるようなことはなかったんで、今のはうまくいった方なのかな。後ろがちょっとミラーに映る後ろの車がちょっと小さくなりましたね。ちょっと離せた。100ハルうまくいったんだな多分。あの感じでいければそうそう差は詰められないか。ただな、同じことができるかどうかが問題ですね。一回ミスるとグワッと詰めてきますからね、すぐ大ピンチに陥るから。あ、意外意外、なんか間違えた、入り方間違えたコーナー。やばいやばい、これはやばい。うわ、来てる来てる。やばいな、100R の手前でミスっちゃったらもう100 R めちゃくちゃですね。ひどかったな今の。せっかくちょっとリードしたのに、思いっきり詰め寄られてましたね今。危ないとこだった。もうちょっとスピード上げていきたいですよね。そうすると多分このストレートの伸びが だいぶ変わってくるんでしょうけど、なんかもっとうまくいけそうな気はするけどな。あんまりスピード上げて最後の右コーナー行くと曲がりきれないんですよね。結構きついコーナーではあるので、そこもまた難しいところですよね。でもストレート伸びる伸びないでだいぶタイム違うだろうから、そこもなんとかうまくやりたいですけどね。さあ今度はロスの少ないように走りたい。うわー、インから来てる。大丈夫、とりあえずイン塞いどけば抜かれない。危ねえ、やばいやばい。あと6分半ぐらい、
やばいな、あと何回かありますけど、あと何回ぐらいだ、4、5回ぐらい、4、5ラップあるんで、4、5回 100R を通過することになりますけど、やばいな、耐えられるか。ひどいはみ出し方するとペナルティになりますからね、減速しましょうって出るので、まあ、ペナルティを回避するために減速って感じですね。減速しないでずっと走ってるとペナルティを食らうっていうことですね。でもそのために減速してる余裕はないですね。こんな 0.5 秒後ろにいられるんで、減速したらそれまでですね。オーバーテイクを狙ってるぞ、ディフェンスしろ、さっきからも狙われっぱなしですよ。あー、インから来てる来てる来てる、あぶね、ギリギリだな。全然気が抜けない。まあでも LMP2 の車でレースをやるようになってから、まあ1戦目2戦目はちょっとね、あのヨーロッパ選手権の1戦目2戦目は私の走りがあまりにもひどかったんですけど、3戦目4戦目はね、前回前々回の動画の時は優勝したんですけどね、やっぱり余裕は全くない状態だったんで、やっぱ LMP は難しいな。T3 の時は、まあ、こういう余裕のないレースもありましたけど、結構大差で勝つっていうこともあったんだよな。今回大差でなかなか勝たせてくれないんで、結構スレスレで勝ってるんで、ね、難しいですね。あと4分、このラップ入れて3周かな。まだ3周もあるのか、もういいじゃないですかねっていう気がしてきましたけど、この1位で追っかけ回されるポジションになると早く早く終われって思いますよね。今終われって感じですよ。何回も言ってますけど、稼ぎどころだからミスのないようにいかないと。せっかくこのラップ今 100R であんまり詰め寄られなかったんで、ここをうまくやると差が広がるけど、うまくいってないな。欲張るとダメだ、欲張ってね、いいタイムを出していかなきゃいけないんですけど、欲張りすぎるとなんか変に失敗しますね。これで12周目か。時間的にこのラップでやっぱりそうですね、あともう1周ある感じですね。次がファイナルラップになりそうですね。2位との差が相変わらず 0.5 秒ぐらいか。ほんと離れねえな。おお、やばい、来てる。もう 100R がもうちょっと上手だったら、100R がもうちょっと上手ければね、もう少し余裕を持ったレースができるんでしょうけど、 100R のたんびに縮められてますからね、そりゃ差なんか作れないよな。
今回この動画で100あるって今何回言ったんだろう、数えておけばよかった。それぐらいのレベルで100ある100ある連発してますけど、あそこは本当にダメなんですよ、苦手なんですよ。あそこ得意な人は本当にいいよな。とあれ得意だと結構どんなコーナーでも応用効きそうですからね。ああいうなんか踏むでも脱ぐでもないみたいなコーナーは、ああいうの上手な人はいいな、そうなりたいですね。残り1分、そうですね、ファイナルラップですね。なんとか逃げ切りたいこのラップ。いやこれ生放送でやってたら絶対勝てないな。こんな余裕のないレースは一人で黙々とやらないと勝てないですね。チャット読みながらとか絶対無理だわ。まあまあ良かったんじゃないか今の 100R は。そんなにグイッと詰めてこなかったな。ちょっと勝ちが見えてきた。そういうこと言ってるとダメなんで、残りあと少し慎重に、慎重に行き過ぎだな。すげえ遅かったな今。おおお、危ない危ない。インナーは欲張りすぎだな。よし、ストレート、あとはまっすぐ、これは勝ったでしょう。あ、ストレートも長いから不安になるけど大丈夫かな。よしよしよし、勝った勝った勝った。おお、きつかった。なんとか勝った。もうチームメイトにもうずっと追っかけられてましたね。いやーでもなんとか勝ててよかった。これで2戦目チャンピオン可能性出てきましたね。とりあえず1位です。で、あ、ファステストは取られてるんだ。この3位の車がファステストみたいですね。33秒856、出てなかったか。33秒台は出てたのかな、どうだったかな。もう必死でタイムなんか見てなかったですね。しょうがない。まあ、ポイントランキングでとりあえず25ポイント。だ次私が2位でこの車、チームメイトのこのモーリングっていうのかなが1位だと同点になるわけですよね。ひっくり返って、このポイントがひっくり返るんで同点になるわけですね。チームメイト同士の争いになりそうですね。だまあとりあえず最悪2位ですね、次のレースは。で、チームメイトが1位だった場合に多分同点チャンピオンということにしてくれるのかな、わかんないですけど、とりあえず次のレースも必死でいかないと3位以下には絶対落とせないですね、という感じになっております。じゃあ、次のレースどこだったっけ、ドバイかな、必死で練習して、やりたいと思います。じゃあ、今日はこれで終わります。